皆さんこんにちは、スマイリテモのかんちゃんです。ということで今回はエボリューションの MX3 を打っていきたいと思います。お願いします。わあ、めちゃくちゃいいです。自分の思ってる通りのボールが出てくれるっていうか、スピードもある程度出て、しっかりこうある程度の多分硬いっちゃ硬いんですけど、柔らかさもあるのですごい打ちやすいなと思いました。普通のスピードボールはめちゃくちゃもう申し分ないぐらい打ちやすくて、やっぱさっきも言った通りある程度の柔らかさがあるんで、スピードボールめちゃくちゃ打ちやすいんですけど、ループの時は少し硬さを感じてちょっとだけかかりにくいなっていう印象はあったんですけど、それでもかかってくれるのはかかってくれるので、下回転打ちも結構好印象だなって思いました。おカウンターはもう申し分ないぐらいにありやすくて、相手のボールに負ける感じもなくって、本当に普通に振ればしっかり台の中に収まってくれる感じがしたので、フォアはめちゃくちゃ好印象でした。おお来てる。バックはあんまり自分でかかってる感じはないんですけど、相手の反応を見る感じだと結構押されてる感じがあったので、自分が思ってる以上の球がいくのかなって思いました。ただバックの方がやっぱりラバーの硬さっていうのは感じました。下回転打ちはさっき同様ちょっと硬さ感じるんですけど、しっかり自分で振れば結構いいボールとか安定感のある球が出ると思いました。カウンターとブロックはめちゃくちゃやりやすくって、ここもなんか硬さみたいなのが出てるので、ブロックとかなんか特になんかミート打ちとかしたい方とかも結構おすすめだなと思いました。はい、ということで今回はエボリューションの MX3 打ってみたんですけど、フォアはどの技術でもめちゃくちゃ良くって、バックだとかける技術とかはちょっと難しいなって思ったんですけど、やっぱ硬さがある分ミートはすごいいいなって思ったので、バックだとミート結構使いたい方とか、フォアはもうガンガン振る方でもめちゃくちゃ使えるなと思ったので、気になったらぜひ使ってみてください。ということで他のシダ動画もたくさん上げているので、ぜひそちらもご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。